こんにちは、山口県産田中みかんです。ドキドキ食べ食べワクワク新年会、すき焼きをしたいと思います。年始ということでね、美味しいもの食べて今年も一年頑張ろうという気持ちを込めて、ちょっと頑張りました。1200円の黒毛和牛を買ってきました。新年からこれだけ高いものを食べてからもうバチ当たるぜ。でもここ数年の私の原動力って本当に食べ物なので、美味しいものを食べてないとやってらんないんですよ。もう始めていいですか？ごめんなさいね、なんかちょっと割り下用意しました。うわー、1200円よ。割り下でお肉だけでちょっと食べてみたいなって。おっと、今日白い服着てきたけ飛んでしまう。今日は、うわすごい。あってベッタベタなった。まず食べさせてもらって、今日はみんな卵何個でも割っていいから。実家暮らしの時は卵1個までとかだったら、2個使ったら割と2個使うのみたいな感じでね、ちょっと嫌な目で見られてたの。卵を2個3個いくらでも使えるっていうのがね、やっぱ一人暮らしのいいところですよね。いただきます。卵に絡めて、具材を入れて待ちです。食べる前にこういう話をしてマジで申し訳ないなと思うんですけど、私ね、生理本当にコンクって、今回2ヶ月コンクって、中2の時から生理来て、まあ、そこから定期的に来たことなんて一度もないんですけど、でも本当ね、半年ぐらいコンかった時はさすがに焦った。でそっからここ2、3年は3ヶ月に1回ぐらい産婦人科に行ってるね。だから一昨日ぐらいにやっと来てめっちゃ安心してる。まあね、1ヶ月に1回来たら来たでめんどくさいし、血を股から垂れ流すって本当に不快なことであって嫌なんだろうけど、もう私の場合はさ、不安だから毎回なんか、はあ、血を垂れ流させていただいてるっていう気持ち。私はね、赤ちゃん産みたい選手権で日本ではもう堂々の1位を取るんじゃないかってぐらいに子供授かりたいなので、赤ちゃんできんかったらどうしようと思って、私排卵してないんじゃないかと思った時があって、産婦人科行って基礎体温を測ってくださいって言われて、まあ排卵はしてたんよねてかなんで私が世界中に自分の排卵事情を話してるのかって。とにかく産婦人科にこれからも定期的に通っていきたいと思います。うわー、小学校の時だったら私多分いじめられてたね。わん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 にゃんとか言ってた。絶対いじめられてれば。小学生と中学生はマジで容赦ないからね。うわーなんかさ、なんもない。なんか何もないよね、画面越しに見ると。いや、こっちから見ても何もないんだよな。なんかすき焼きってこんな具材少ないかったっけ。おう、たらけや。これが一番おいしい。卵2個目です。金持ちかよ。お金持ちの家族か、一人暮らししかできないこと。頑張り。氷結やっぱ一番おいしいわ。安心安全。味方はもうあんただけ。お金と酒は裏切らん。お金は自分の働いた証、いろんなものが買える。お酒はね、100円ちょっと出せば飲める。そして美味しい。そして時には記憶さえもね、忘れさせてくれる。あんなことこんなことやそんなこと、この頭の中にある黒歴史すべてを取っ払ってくれる。100円200円、なんならね、お酒強い人でもストロング飲んだら一発よ。こんなコスパのいいものあるか。あーん、えん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 、うわ、あんたあんたうわ
さんかっこよすぎみたいな時期あったやん。すいません、おすすめってありますか？じゃあお願いします。それでありがとうございます。いいですか？はい、はい、あ、告白されるかと思った。こんにちは、ありがとうございます。キイちゃん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ちょっとね、今のは告白？会計してくれたのはお姉さんなんやけど、その後ろからお兄さんパーって出てきて、なんかピーチ選んでくれてありがとうございますみたいな。やばい、付き合う、もしかしてこれは。多分あの男の人は私のこと好きやな。もう目がそうやったもん。わかる、私の可愛さに打ちひしがれてたわ。あれは完全なる罪やな、自分って。思いを馳せて、馳せていた。別に好きではないけど、推しっていうか、で、そのお兄さんとは連絡を取ったことがあって、というか、まあ、インスタの DM やけど、動画見ました、また来てくださいね、みたいな。で、この前、ユージとかアオジとかと、そのスタバに行って、店舗の中で飲んでたの。そしたら、あの、すいませんって言って、あれ、誰かなって思って、そのスタバのお兄さんなのよ。え？あれ？かっこいい。思いながら、なんか話したいことがあるらしくって、何何と思って聞いてたら、お兄さんの女友達が私のことを好きって言ってファンの子やったらしくって、そこは普段からも全然連絡取ってなかったらしいんやけど、スタバのお兄さんの動画を見て、声とか喋り方でその私のファンの子は、え、私の友達やんって分かったらしくって、でスタバのお兄さんに連絡が来たんだって。そしたらそこ付き合ったんだって。本当ありがとうございますとか言われちゃって、あー、せちがらーい。いやでも嬉しいよ、こんな嬉しいことないよ。いや私めっちゃ嬉しかったよ。強がりとかじゃなくって、いやなんか言えば言うほどなんか必死みたいになっちゃうんだけど、聞いた時めっちゃ鳥肌立ったもん。キューピッドです。その2人の運命を私は変えたわけでしょ。結婚式には呼んでくれ。ご祝儀いっぱい持っていくよ。お金いっぱいあげる。私もさ、なんか結婚式にサプライズで登場とかしたいんだけど。私のことが好きな子で、そろそろ結婚しますみたいな子いませんか？いやいや、うん。え、ちょっと待って。新婦さんは湧くと思うのよ。あ、みかんちゃんだ、嬉しいってなってくれると思うのよ。ただ、お客さんというか、その他の人が、誰この人、なんか、有名人みたいな感じで出てきたけど。出てきたけど誰？誰が空気になっちゃいそうで、なんかそういう DM が来てたことがあるんだけど、対応できないなと思って返事はしなかったんだけど、なんかそういうサプライズみたいな、結婚式じゃなくってもなんかこう彼女の誕生日に会いに来ましたみたいな、そういうのもなんかしてみたいよね。最近すぐ泣いちゃう。え、みんなも感じてることない？なんか最近涙もろいんだけどみたいな。30秒とかのムービーでさえもすぐうるうるうる。特にこう出産報告とか出産レポみたいな、陣痛来てから生まれるまでみたいなのを密着した動画っていうのは結構載ってるんやけど、それでもね、もうボロ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 頑張れって、本当もうね、おえつ。あと生命の誕生とかね、出産ものとか家族ものとか、そういうのに弱くてもすぐ泣くね。年を取れば取るほど涙もろくなるとか言うじゃん。20代前半でこんなもろくて、え、40代とか大丈夫？不安になるよ。水分なくなるんじゃない？いや、将来は水分補給をしっかりと、耳かい、声が、不便これ。こうやって耳かかないけん。あ、間違えた。ここでした、耳。あー、酔ってきた。一歩も飲んでないんだよ。これで酔ってきた。とか言ってんだよ。ぶりっ子じゃないよ。酔ってるふりして、なんかこう男にこびるみたいな女の子いるじゃん。やばい、ちょっと待って。酔っ払った。マジ、あ、ちょっと。みたいなじゃないよ。だって別にここで酔ったふりする必要ないからね。ここには男はいないから。この部屋にはたった一人、女一人、私だけだよ。